はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、怪究極テクニカルバトル絶望と怨念の復讐記、白の使命編ですね、こちらの方の、周回パーティーですね、をで攻略したいと思います。パーティーとしてたさ、ご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね。ハイパーヒール、俺だった公平、完全生物をつけています。アビは適当です。で、続いてですね、バイキンスケですね。湧き上がる、死ぬことはね、鮮度、刃物の銃をつけています。湧き上がると、刃物の銃、鮮度ですね、湧き上がると鮮度だけ、決めて、あとは適当です。続いてバイスケですね。モノクロ、ディメンション、刀剣、見せてやろう入れてます。バイスケですね、バイスケが動きます。そして、スタンバイにはホルナイフですね。見習い、愛をつけています。支配要員ですね。そしてリンクスキルは円矢板をつけてます。フレンドは黒キラですね。黒キラ、金助、そしてワールド、太郎ですね。ワールド太郎でいいと思います。では参ります。モノクロはね、絶対必要ですね。ちょっと間がおかしかったですね。はい、行きましょう。もう金助じゃないで、バイスケですね。バイスケでディメンションです。はい、もう関係なくいきます。ディメンションですね。産物を乗せてなくても大丈夫です。ディメンションですね。じゃあ第2ラウンドです。第2ラウンドも、何も考えることなくいきたいと思います。はい、ディメンションです、ここもディメンションです。もう何も考えずに、ディメンションですね。ディメンションです。ディメンション、はい、第2ラウンドクリア。そして、第3ラウンド、最終ラウンドですね。最終ラウンドだけ CS を使います。さあ CS ですね、使いましょう。そして連打です。連打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 でダルブラ倒しております。もうタルブラ倒せるだけの火力があるので、ディメンションですね。で終わりです。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。ディメンションだけでなんとかなるっていう感じですね。バイスケ強いです。バイスケ重なってくれてありがとうでございます。本当にありがとうございます。はい、というわけでね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバトル。